ホーム高速長田駅は兵庫県神戸市長田区北町一丁目にある阪神電気鉄道神戸高速線の駅。駅番号は HS38。当駅前後の区間は神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者の東西線として施設を保有しており、阪神電気鉄道が第二種鉄道事業者として営業を行っている。 2010年の駅案内番頭のリニューアル以後、駅出入り口の案内番頭では、神戸高速鉄道の文字は一切なく、阪神神戸高速線と表記されている。同時にリニューアル前のホーム駅名表に記載されていた、長田神社前という副駅名は、表示を取りやめ、駅入口の表記や駅到着時のアナウンスのみとしている。 駅ナンバディング導入以降の駅名表2010年9月までの駅名表相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。改札口、コンコースは地下1階、ホームは地下2階にある。改札口は東コンコースと西コンコースの計2カ所。なお、神戸市営地下鉄長田駅とは西コンコースから続く改札岩の地下連絡通路でつながっているが、 双方の改札口まで200メートルほどあり、地下鉄への乗り換えは、山陽電気鉄道区間に入った板宿駅の方が、容易である。ただし、高速神戸駅方面と地下鉄三オ谷駅方面の、場合は当駅で乗り換えた方が、運賃は割安である。上記の通り、1968年4月6日までは、位置的に当駅に相当する長田駅と板宿駅姫路駅の、 各駅間は山陽の運賃のみで利用できたが、神戸高速鉄道開業後は、西大駅を境に、会社間をまたぐ形となったため、現在の運賃は山陽の運賃神戸高速の初乗り運賃と割高である。国土交通省の計画のもと、2006年末からエレベーターやオストメイト対応多機能トイレを設置するバリアフリー加工事が開始され、 2009年6月1日に蒸気を備えた東コンコース、東出口が完成し、使用を開始した。当駅は、従来プラットフォームからの避難経路が1カ所しかなく、防災上問題のある地下駅だったことから、既存のコンコースのやや東寄りに、東コンコースを新設することで、バリアフリー化と出荷対策を解決することとなった。なお、この工事は、阪神、 淡路大震災で陥没した大開駅の復旧工事を除けば、神戸高速線内で初めての大規模な改良工事となった。同時に、従来対応していなかった阪神南波線球場、大阪南波間の連絡乗車券が、東コンコースのタッチパネル式自動券売機で発券できるようになり、後に西コンコースでもタッチパネル式自動券売機に置き換えられたため、 大阪南馬駅までの乗車券が購入できるようになった。乗り場番号は校内に設置された、駅構内図や、スマートフォン向け、アプリ、阪神アプリの行き先表示機能で記載されているのみで、ある。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。公的施設など、学校医療機関商業施設金融機関その他、神戸市バス地下鉄長田駅前停留所。 ありがとうございます。